片町スクランブルナイト、続きましては新コーナースタートでございます。新コーナーですか？はい、うわー、やったー、新コーナーでーす。私たちの服ちょっと注目してほしいんですけども、皆さんこう T シャツ着てますよね。胸に金沢マラソンと書いてあるんですよ、はい、やった、ね、来年の11月に開催ということで、はい、金沢マラソン、はい、これについてたっぷりたっぷりとお話をしていくコーナー、題して金沢マラソンへの道、はい、ということでですね、金沢マラソン開催推進室チーフの八嶋一平さんお迎えしました、はい、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。八嶋さん、いかにもスポーツマン、そう、野球をやってたということですよね。そうですね、うん、はいはい、そしてこの男が黙っていませんですよね。はい、はい、オーダーシャツ金光堂と紹介するとこなんですけども、はい、今日は金沢ファイブタウンズランニングクラブの監督マラソンチームチーム金光堂の代表として出演です、はい、宮谷孝之さんです。よろしくお願いします。このコーナー、宮谷さんの一声で始まったっていう噂ですよね。無理やり出てきました。他のコーナー決定。いや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 、もうでもここは黙っていられないでしょ。だからでもね、そうですね、うん、はい、いやでももうあと1年弱じゃない、1年弱って、まあ、1年2ヶ月ぐらいじゃないですか、はい、マラソンまで、マラソンまで、ランナーにとってはもうそろそろ出たい人は練習しなくちゃいけないし、コースも気になるし、そうですね、そう、いろいろなんか気になってる。 1年弱、1年と1年、まあ、10ヶ月か、10ヶ月か、まだ2年近く、2年ぐらいありますね、はい、今から始めればあなたもフルマラソンを走る、うん、はい、なるほど。ちょっと概要というか、まず、ね、いつ開催とかそのあたり、ちょっと 大枠をバフッとご紹介いただければと思いますけれども、はい、私から、はい、お願いします。金沢マラソンですけど、2015年の、11月15日、はい、2015年の11月15日もう開催日決定しております、はい、で、制限時間なんですけど、あ、これ気になる、そうなんです、7時間ということで、うん、一般的な競技よりかなり緩めに設定してありますので、うんうん、7時間っていうと東京マラソンも7時間ですよね。そうなんです、東京とか大阪、うん、そういった大都市のマラソンと同じ設定になっておりますので、うんうんうん、フルマラソンですよね。そうです、フルマラソンで、速い人は当然2時間ちょっとで走りますが、うん、初心者の方でも、うん、多少歩いてでも、うん、ゆっくり走ることができる、うんうん、で楽しんでいただきたいという、うん、そういう趣旨で作ってあります、うん、これまでにもこの金沢を舞台にした、うん、マラソンっていうのはいくつかあったんですよね。そうですね、我々の金沢市で主催しておりました市民マラソンとか、はい、そういったものが代表的ですが、うん、フルマラソンっていうのは金沢市では初めて、これまでなかったんだ、なかったんです、はい、これっていうのはやっぱり北陸新幹線開通を記念して開かれる感じなんですかね。そうですね、うん、2015年の3月に、うん、新幹線来まして、うん、それに乗って来ていただきたい、うん、まあ、県外のお客様をこうもてなすという、うん、そういう趣旨でも開催したいなと、結構やっぱりこう第1回目の大会、しかも北陸新幹線も開通ってこともあって、もう全国から出たい出たいって人がたくさんいると思うんですけども、ちなみにフルマラソン走れる人数ってどれぐらいなんですか。はい、その参加人数なんですが、はい、まあ、本当は皆様全員走っていただきたいところなんですが、はい、今のところ1万2000人程度を想定しておりまして、うんうんうん、仮に1万2000人を超えた場合は、うんうん、抽選で、はい、そこ厳正にそこは選んでいかせていただくということで、決めておりますので、これは地元枠とか、うん、県外枠とかいうことなく、全くフラットスクラッチな状態で抽選と。そうですね、今のところはそういった枠という話は出てないんですが、なるほど、そうですね、どちらの方にも平等に出ていただきたいなという思いはあります、うん、はい、結構そういったご当地マラソンというか、うん、ね、都市名がついてるフルマラソン、うん、そういう抽選をくぐり抜けるのが大変なんていう話も聞きますよね、それは。いや、だって宮谷さんなんてもう東京マラソン全部外れてますもんね。はい、初回から全部外れてます。はい、自慢じゃございません。まあ、大阪マラソン、神戸マラソン、全部落ちてます、うん、最初に走るのが金沢マラソンになるかなと。なるほど、そっといいですよね。もし落ちたらどこ行けばいいんですかね。プレッシャーを感じますけど、そうで、そのいろいろと、もう11月の来年11月の開催に向けていろいろ動き出しているところがあって、うん、まずこの我々が着ているこの T シャツ、うん、これっていうのはもう各地で走り始めてるんですか。はい、
そうですね、あのこの T シャツはもういろんなご覧の通り色も揃えまして、うんうん、あの多くの方に販売なりしておりますし、販売もされてるんですか？販売もしておりますし、今宮谷さん着ております、はい、この赤い色の T シャツなんですが、うん、これあの今年度実施しました、うん、あの金沢マラソン PR 隊っていう、うんうん、そういった組織を立ち上げまして、うんうん、まあ、一般のランナーの方集って、あのこれを着て全国のあのマラソンに出ていただこうという、そういう企画を。私は PR 隊の一員でございます。宮崎さん、ちょっと立って見せてあげてください。はいはい、任命式も出ました。そうです、はい、はい、前はこんな感じ。じゃあ後ろ、はい、後ろ、はい、なるほど、これを着て、あ、金沢マラソンがあるぞと、そうなんです、というところの周知。今隊員さんが200名ほどいらっしゃいまして、すぐあの定員埋まるぐらいの人気だったんですけど、実際これを着て走ることで、あのかなり目立って金沢マラソンのこう名前が知れ渡ってるっていう話になっておりますので、今後も続けていきたいなと。あの普通 T シャツってあの走った後に記念品とかでもらえるじゃないですか、はい、で、あのこの T シャツだけあの先の年数が書いてあるんです、こっちか、2015年。そうですね、普通は過去の T シャツ着てる人いっぱいいるんですけども、あ、そっかそっか、そうですね、で2015年って書いてあるので、うん、これ着て走ってると、うん、何金沢でマラソンあるんですかって、そういう話になるわけです、やっぱり今じゃあ県外の方とか、まあ、石川県の方もそうですけど、問い合わせとかあったりします？ ありますね、お電話でいただいたりとかもありますし、うん、私自身もこう来てですね、うん、大会に出ましたら、うん、当然そういったお話になってまいりまして、結構効果はあるなと感じております。まだ申し込みはしてないですよね、受付は。申し込みはですね、もうしばらくお待ちいただきたいんですが、まあ、その2015年の春頃を予定しておりますので、2015年の春、あと1年ちょっとだと思うんですが、その頃にちょっと募集かけますので、それまでちょっとお待ちいただきたいな。気になるコースなんですけれども、はい、ここもちょっとご紹介をいただいてもいいですか？はい、そしたらコースなんですが、はい、地図で確認いたしますが、まずスタートがですね、あの広坂通り市役所の前の、あのところで椎の木迎賓館であると思うんですが、そこの正面がスタートになっております、はい、中心市街地ゾーンと今ある、今ですね、赤色の枠で囲んでありますところが、はい、ちょっと画面の下の方なんです、もうちょっと下の方ですね、下の方にですね、歴史的景観ゾーンで、ここは兼六園、あの金沢城といったそういった古い昔ながらの金沢らしいあのエリアをまずスタートしまして、はい、で、そういった街の風格っていうのを楽しんでいただきたいな、それでランナー進んでいきまして、兼六園下から橋場町、そしてそのまま武蔵ヶ辻の方に、ランナー進んでまいります。地図で行くと上の方、画面の上の方ですね、はい、片町ってありますよね。そうなんです、そうなんです、この黄色のゾーンで囲んだところが、あの駅前から武蔵、高林坊、片町とこの北陸の中心の市街地を、もう全線通行止めにして、ランナーだけが駆け抜ける、そういったコースを予定しております。金光堂の前も走ります。走ります。もちろん走ります。やったー、はい、私も走る予定です、予定ですよ、くじ引きです、はい、私あのこういうマラソン大会の魅力って、普段こう車で通ったりとかしているようなところを走って行くっていうのがなかなかできないじゃないですか、普段。そうなんです。そう、それができるっていうのがすごい魅力だなと思うんですよね。おっしゃる通りで、あのまさにその普段走れないところを思い切って走っていただいて、金沢を満喫していただくっていう、そういう趣旨がございますので、はい、だって片町だって普段道路で走れないじゃないですか。走れないですね、しかも全線ですからね、はい、全部。そうか、片側じゃないんだ。片側じゃなくて、はい、全線国道ですよ、はい、そうです。157号線、はい、4車線、はい、4車線、交通量半端ないです。そうです、そうです、止めちゃう、はい、ちなみに片町はだいたい何キロ地点ぐらいになるんですか？だいたい5キロ地点。あ、じゃあまだ全然疲れてないところですね。自然感なので、まあ、ランナーの方もまだ元気でですね、まあ、混み合っている時間帯、距離ではあるんですけど、なるほど、で、まあ、この片町の前を通って、はい、そして武蔵ヶ辻、あ、そうですね、武蔵から駅を折り返して、高林坊、片町、だんだん南の方へ、下の方行きます、画面の下の方になっていきますが、はい、
そして、川を犀川を渡って、野町広小路で左折します、うん、はい、そして寺町五丁目、まあ、こちらもあの寺町寺院群とかある歴史的なゾーンなんですけど、うん、そこを右折しまして、さらに南の方へ走ります、下の方に行かなくてるわけですね。で泉の図書館だとか、泉岡高校のエリアをずっと南下しまして、文京エリア、そして、次3つ目のゾーン、このピンクのところなんですが、新動脈山川幹線ゾーンということで、まあ、こちらもですね、普段なかなか走れないといいますか、当然自動車がビュンビュン通っているところを、こちらは片側だけになりますが、東北の方へ向かってランナー走りますので、そこを通行止めにしまして走ります。この辺までが上りですね。そうですね、上り結構きついですよね。広小路を上がるところから上り で、 それから寺町、この山川環状ゾーンに入っていくまでが微妙な上りが続いて、で最大の傾斜がこの山川環状ゾーンを入ったところが、あの一番険しいところだと思いますけど、あとはもうそこまで我慢すれば、そうです、はい、最初の関門ぐらいですか。そしたら関門というか最初に訪れる、ここまで大体10キロちょっとぐらい、まだ、まだ10キロ、まだまだ、フルマラソンを走る人にとってはまだ10キロは元気なところですね、はい、まだ多分手振りながら走ってるぐらいですね。そうですね、というのが今この山川幹線ゾーン、はい、はい、いやでもこれ走りながらいろいろ多分景色見ながら走れますよね。そうですね、で特にオークワのあの辺りはですね、自動車専用の道路になっているところ、トンネルもくぐってですね、なかなか普段走ることができないような、走れないですね、そういった道路なので、そこも魅力の一つかなと思っております。前だけが、ね、今眠っている野田山の墓地、その辺りも通ると、はい、前横ですね、はい、はい、という形になりますね、はい。そして山川環状をずっと曲がって森の里、画面の緑色のところなんですけど、はい、森の里の学生さんの多い文教ゾーンということで、こちらもその山川環状の道路をそのまま直進しまして、ここでは学生さんの若い力による応援だったり、人あるんでしょうね、そういったものをちょっと期待しておりますし、これから我々もそういったお声掛けをしていきたいなと。だから金沢の中でも比較的こう新しい町というか、そうですね、どちらかというと、はい、そういう町になりますね、はい。そしてこの緑のエリア、文教ゾーンを越えました、越えました、そして浅野川を渡りまして、はい、朝日町、そして兼六中のあたりを、本来ならですね、その通りをまっすぐ行きたいところなんですが、ほうほう、あえてですね、ちょっと左折しまして、はい、天神町の旧街道をちょっとあえて通らさせていただいております。なるほど、今風の道路ではなく、はい、これは昔ながらの、くねくねしたあの道で、城下町ならではのこういったクランクになっているところとか、そういったところをあえて走っていただいて魅力を感じていただきたい、ここ金沢マラソンの多分こう魅力の一つですね。そうですね、こういうとこ走ることができるっていうのは、まあ、逆に言うとちょっとそのクランクになっているので少しスピードが制限されたり、そういったデメリットもあるんですが、他の大会にはないちょっと個性的なコースということで、ここはぜひ楽しんでいただきたいなと思っておりますね。楽しむ余力が残っているそうですね、まだコースで言うたら前半の、まあ、前半まだまだ、はい、まだここからですからね、マラソンは。そうです、はい、そして、また兼六園下に戻ってきまして、はい、今度はですね、橋場町から右斜め上の方に行きまして、東山のエリアを、通過します。ここが大体茶屋街の、大通りのところなんですけど、ここが大体中間20キロから中間点のエリアになっております。ここも歴史的な景観ゾーンということで、楽しんでいただきたいなと思っております。はい、でここからしばらく一本道ですね。ここからしばらくずっとですね、北の方へ走りまして、上谷地の交差点を左に折れます。そして北陸新幹線のガードの下をくぐりまして、今度はのどかなですね、田園風景が広がります。上谷地って言ったら、はい、ミスドあるところですか。あ、そうですね、ミスド関の方に向かって、そうです、そうです、このちょっと待ってくださいよ、結構今僕があっちの方に自転車で行った時のことを考えて、結構へばりましたよまだ半分、まだ半分、まだ半分、うわーすげー、はい、そしてここからのどかな田園地帯、田園地帯25キロ地点あたりからはですね、こういうのどかな田園風景広がるところですが、序盤金沢の街中も楽しんでいただいて、逆にこういった自然のところもちゃんとあるんだよという
そういった風景も楽しんでいただくと、金沢の いろんな魅力が、そうですね、ありますからね、はい、福島越団地っていうと免許センターなんですね。そうですね、免許センターのちょっと手前ぐらいなんですが、はい、で当然こちらは、まあ、少し後半に差し掛かってきまして、で当然あの風景のとかでいいんですが、だんだんちょっと見た目もあの慣れてきて疲れてくるところなので、ちょっと足にくるところですよね。そうですね、これもあの我々これから協議するんですが、この辺りに当然何らかの応援のステージとかですね、そういった応援スポットをなんか作っていけたらなと今検討しているところ。じゃあランナーにパワーを与えるような、そうですね、何か催しというか、地元の町会さんとかでもいいですし、嬉しいですね、これは。そういったところもコース上に作っていきますので、また決まり次第また発表したいなと思っております。そしてずっとまた今度は下の方に、はい、下の方に折れてきます。そして、松寺町の JA 金沢さんがあるところを、右折しまして、はい、で今度は浅野川沿いの浅野川中学校の真横を通り、8号線の下をくぐります、はい、そしてそのまままっすぐ行きたかったんですが、横にですね、浅野川のあの朝電さんですか、電車が通っている関係もございまして、北安江の陸橋を 上からく交差してくぐるということで、はい、ちょっと上に登るんですか。陸橋上がるわけですね。陸橋の上から線路をまたいで、進んでいきたいな。今ちょっと青い線と交差しているあたり、あこが青い線が8号線ですね、はい、で、あこに野球場、市民野球場とか、あこもですね、あこも当然駐車場内に広いスペースがあって、市の施設ということで、ここにもなんか応援の、スポットなりを今検討しているところです。この辺りで登るっていうのは結構きついですね。いやいや、きついですね。ランナーにとっては、そうですね、ここをうまくクリアしないと、はい、でどんどん進んでいきまして、はい、の北安江ってところで、あの線路を下りきる、上りきる、上って下りきるということになります。なるほど。そして、駅の西口の方に向かってランナーが進んでいきます、はい、そしてここが大体35キロ地点の終盤になってまいりますが、あと7キロ、そうです、駅西の50メーター道路、これも左3車線を、通行止めにしまして、このままずっと港の方まで進んでいくというコースになっております。三谷さん、35キロからってかなり辛いですよね。もうここは全力ですね。ここまで我慢しとかなくちゃいけないですね。はい、そして県庁、県庁左折します、はい、そしてちょっとこういったあの折り返しでちょっと距離の調整も兼ねている、おりますが、こういったこの辺にはあの金沢西高校さんだとか、金沢市の私立工業さんって高校もございますんで、こういった学生さんのまた応援とかもですね、お声掛けしていきたいなと思っております、はい、そしていよいよ終盤になりますが、月八丁、はい、でランナーは金岩街道を横断する形になりまして、最後締野の方に入っていきます、はい、で今締野のあのイオンさんとかがあるあの辺がだいたい40キロ地点になっております、はい、あと2キロ、あと2キロ、そしてあの締野の利き団地さん、ちょっと工場とかも多いところですが、そこのあの町の中を通過して最後犀川の雪吊り橋を渡ります、うんうんうん、そしてゴールの、西部緑地公園陸上競技場がゴールということで、それで 42.195キロとなっております。今全国各地でマラソン大会ってたくさん開催されてるじゃないですか、はい、この金沢マラソンの一番の魅力っていうとどういうところなんですか。そうですね、うん、コースで言いますと、他の大会っていうのは、うん、まあ、行って戻ってきてですね、こう同じところを戻って、折り返すのが多いんです。それはその人の管理だとかも楽ですし、機材も少なくて済むとか、そういったメリットも当然あるんですが、金沢マラソンは今ご覧の通り、スタートとゴールが別の地点でぐるっと金沢市中を一周するような周回型のコースということで、今いろんな7つのゾーンございましたけど、いろんな金沢の顔を見ていただけるということで、ちょっとバラエティに富んだコース設定というところが特徴かなと思っておりますので。これコース誰考えたんですか。コースに関しましては、まあ、当然我々だけではなくて、そういったランナー目線のご意見もいただいたり、当然その警察さんの交通規制の観点からのお話もあったり、あと企業さんですね、交通規制がかかることによるといった影響も、町全体の影響を考えて、約1年ぐらいかけてですね、
作り上げましたんで、今自信を持ってこれは、1年ですか、おすすめできるコースです。宮谷さん、今のこうコースぐーっとご紹介しましたけれども、はい、ポイントっていうのはどんな感じになりそうですか。まあフルマラソンは30キロ過ぎてからって言いますけども、まあ、最初のところは少し、まあ上りがありますけど、そこをうまく走っていただいて、上りはありますけども、終盤から、終盤というか、中頃からずっとほぼフラットになりますから、割とスピードが出るコースじゃないかなというふうに思います。まあ、ただ、なんていうんですかね、まあ、42.195 キロものすごく長い。で、それを金沢市内の中で全部こう、収めましたんで、なんていうんですかね、急に曲がる場所もあったりいろいろありますけども、そこをうまくクリアしていただいて、まあ、先ほどお話しあったようにちょうど駅西ぐらいのあの辺りまで足を温存してもらって、であとはもう行けるだけ行けと。うん、難易度でいうとどうですか、そんなに難しいコースではないと思いますよ。ということは、あの記録を目指したいランナーっているじゃないですか、そういう方でもおすすめですか。もちろんあの、本当のなんていうんですか、今お話しあったように東京マラソンとか、もう最初から最後までずっとフラットな、ようなところもありますけども、まあ、割と元気なうちに前半終わってしまいますので、で山の環状ゾーン過ぎるとあとはあの下っていきますし、最後にちょっとポイントありますけども、まあ、そこはあのわずかなところですから、もっとアップダウンのあるところで、全国のマラソンいっぱいありますし、山上がってて下ってくるようなマラソン大会もありますから、それに比べると後半にフラットがずっと続くということは、まあ記録も狙えるんじゃないかなというふうには思いますね。最大の見どころポイントってなるとどうですかね。はい、最大の見どころポイント、まあちょうどこうなんていうんですかね、いろんなところを回ってきて駅西に来るとこう50メートルゾーンがまっすぐこう広がりますし、そのあたりになるとランナーもばらけて、結構ばらけてくると思うんですよね、1万人っても。だからその大きな通りを、まあ我が物顔でっていうわけじゃないですけども、ばらけた人数で思いっきり走れるっていうのがやっぱり、ここから頑張るぞっていうそういうのは気持ちにもなれると思いますから、そこもポイント。もちろん前半はいろんな景色を見て楽しんでもらえるっていうのもあるんですけども、走ることのポイントとしては、そこからもう、頑張れるようなコース取りになってると思うので、楽しく、走れると思います。まあ、私が走ればですけどね。そうですね、はい、私も走りたいなって思ってるんですけどね、頑張りますもんね、走ります。いやー、それはそうですよね、さすが走りたいですよね、運営の方にってことですよね。加藤さんはT シャツを着たからですよ。ねえ、そうですね。今からやったら間に合うって私はお話した。間に合いますかね。間に合うと思います。本当ですか。はい、全く下地ないですよ。大丈夫です。ですさあ、加藤豊この場で宣言出るんでしょうか。いやどう、その前に、うん、ほらそれ以外のね、なんだろう、関わりというか、走る以外の関わりっていうのをもちろんこれから呼びかけしていくわけですよね。あ、そうですね、はい。そこについてお話を伺っておかないと、はい、気持ちが踏ん切りがつきません。当然ですね、マラソンは、まあ、ランナーの方は主役なんですが、当然それを支えるボランティアの方とか、応援の方だった、そういう方々にむしろですね、どんどん出ていただきたいなというのが我々の思いで、当然ボランティアもですね、今までの市民マラソンの規模とは全然変わってまいりますし、例えばお水給水所を作ったり、あとはその途中でお腹も空きますんで給食所といいまして、バナナとかそういったものも配ったりもありますし、当然先ほど申し上げたように交通規制がかかりますので、路地の一本裏で車を止める、そしてドライバーの方にちょっと怒られたりもしながら、必死で裏方してもらうような方も当然必要ですので、そういった方々のご協力お願いしたいですし、またそういったその辺の仕事へのご理解もいただきたいなというのが我々の今思いです。随時情報をチェックしたいときってのはどうしたらいいですか。そうですね、今金沢マラソンの情報は、うちのホームページございますので、そちらを常に見ていただければ情報は更新されますし、あと定期的にそういった決定、いろんな事項を決定する会議も開いておりまして、
その会議の後は当然新聞なりテレビとかにも意識的に我々情報を出しておりますので、うんうん、ぜひご覧になっていただきたいと思います、はい、いろいろ近いところではウォーキングイベントとか、はい、あとナイトランなんかも開催というふうに伺いました、うん、これについても伺っていいですか。はい、今おっしゃったナイトランというやつですね、はい、まあ、昨年、24年度からですね始めたんですけど、まあ、仕事帰りに一般の方がこうマラソンに触れるようにですね、あえて夜の7時半ぐらいから、うん、教室を始めてですね、はい、講師の先生が走り方、フォームから呼吸の仕方とか、そういったものを教えてくれる、そういった教室を金沢市が主催として、はい、開催しております。なるほど。で、まあ、多くの方に定員もあるんですけど、すぐ定員オーバーになるということで、うん、やっぱり人気なんですね。非常に人気のコースですので、今後もまた続けてまいりたいな。申し込みくださいね。ぜひ。ね、そうですね、はい、走り方を教えてもらえるっていうのは、そうですね、これいいですよね、はい。あとは、うん、そう、ウォーキングイベントとして3月の15、16、はい、あとは4月の19、20日とこの金沢マラソンのコースを歩くイベントなんていうのが行われる予定です。そうですね、はい、こちらはウォーキング協会さんの主催なんですが、うん、まあ、我々も一緒にですねお手伝いしまして、うん、ぜひですねこの金沢マラソンのコース、うん、一旦まず走る前にしっかり歩いて、うん、ゆっくりですね景色を楽しんでいただく、そして健康的にこう体を動かして汗かいていただくようなイベントということで期待しております。どうですか、そろそろ心は決まりましたか。今から本当大丈夫ですかね。間に合う、絶対間に合う。フルマラソンですよ、だってフルマラソン、ハーフとか10キロだったらあれですよね。フルマラソンですよね。10キロハーフやって、それで最後に、最後じゃないな、まあ、今回の仕上げとして2015年 の、 マラソンを走ると、はい、理事長から金沢マラソンユースリム中継生徒いや、真顔で言われまして、ちょっと機材的にどうなんやろうって、今そこの、ディレクターに、確認して、カメラつけて走ったらいいんじゃないですか、うん、そういうのはありんちゃありなんですかね、喋、うん、るのは絶対無理だと思います。喋りながら走ればいいです、もう仕事です。なんかさっきから三浦さんがえらい嬉しそうなんだけど、ねえ、何ですかこのニコニコは。そして宮谷さんもなんかニコニコと、いや、どうしよう。じゃあ私はもうもともとフルマラソンが何回か走ったことあるんで、今回もぜひ出たいなと思ってるんですよ。チーム金光堂に入ろうかなと思ってるんですけど、加藤さんどうするんですか。いや、やりますか。おお、聞きましたか皆さん。やりました。本当に間に合いますか。絶対間に合う。大丈夫ですか。はい、私が教室になりますよ、ミッドナイトラン教室。ミッドナイト、はい、すごい。だって宮谷さんのフェイスブックとか見てると、宇多津山トンネル13往復したら、そう、雨の日もトンネルで走ってたりしますからね。もう半端ないですもん、うん、これで落ちたらどうするんですか宮谷さん。ええ、これで落ちたらどうするんですか。当日、うん、金庫の前で頑張れって言ってたら、うん、落ちたんやと思います。そっちに回る可能性もあるわけですよね、バンバンに準備してもね、はい。いや、でも分かりました。応援します。せっかくなんで、せっかくなんでね、ここは参加できるような準備をしたいなと僕も思います。あ、そうそう、これロゴとかももう決まってるんですよね。そうですね、すいません、こちら、あ、よろしいですかね、こちらがですね、去年11月に決まりました、金沢マラソンの公式のロゴマークとなっております。でこちらなんですけど、県内のデザイナーさんから約100作品ぐらいの中から選ばれた、点ということで、こちらのデザインなんですけど、かがとび、火消しですね、昔の江戸時代の火消しさんのこう的を持って走る、そういった姿をイメージしまして、こう爽快に走っている、こういった姿をこの金の文字で表現した、そういったデザインになっております。なるほど。で今後このロゴマークを使った、またこういった新しい T シャツとかポスターとかもどんどん作って PR を強化していきたいと思っておりますので、またよろしくお願いしたいと思います。はい、今八嶋さんの話聞きながら、はい、後悔というか葛藤してるんですけど。いやいや、もう遅いですよ。加藤さん何言ってるんですか。やるか、やるのか、うん、やりましょう。よろしくお願いします、うん、やります。よろしくお願いします、はい、はい、任せてください。 OK、はい、じゃあ、八嶋さん、はい、なんか言い忘れたこととか言い残したこと大丈夫ですか。はい、もう最後に念押しで、うん、もちろんランナーの方もたくさん集まっていただいて、そしてボランティア応援もですね、
たくさん集まってこう一体となってあの金沢の町盛り上げていきたいと思っておりますので、うん、皆様本当に応援をよろしくお願いしたいと思います、はい、来年2015年11月15日開催でございます、はい、第1回金沢マラソンにつきましてね、はい、今日はいろいろとお話を伺ってまいりました、金沢マラソン開催準備室チーフの八嶋一平さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。今日はみんなでカメラに向かって、はい、金沢マラソン頑張るぞってやりましょうか。やりますか。頑張るんだね。せーの、金沢マラソン頑張ろう。走らせてくれ。私も見たいよ。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。